to redo some parts because and the fact that the reason why we're doing the part two right now is because the stream just died, like, out of the blue, like. Like, it just flat out died. Like, it didn't. Like, I didn't lose connection or anything. It just flat out died. So. Once we get our body back and stuff like that, I think what we'll do is we'll save. Okay. Said that he was coming. Get your name back.
I told him that you needed him. I know I did this once before. Where the flip are the pieces? Oh, we missed this one.
じゃダメだよ。無事に戻ってこれたじゃないか。当然の帰結、推測通りの結果だが、しかしよくよく現実離れした能力だ。物理法則にリチネに従っているのは物質生命体としての本能的な恐怖によるものか。本当に興味深い。邪魔するよ、京ちゃん。相変わらず物音一つ立てませんね、おじさん。おっと、すまん。またやっちまったか。それと、その呼び方もいい加減改めてもらえませんか。子供の京ちゃんこそいい加減諦めてくれないかい。俺にとっちゃ京ちゃんは京ちゃんだよ。いくつになっても美人の凄腕探偵になってもな。それでいつからそこに。どこまで話を聞きました。今来たところだが、なんかまずい。ああ、先客がいたのか。すまんすまん。依頼話の最中だったのかな。いえ、この子は依頼人ではありますが、少し毛色の異なる存在でして。ほう、では何者だい。紹介しておこう。こちらは又吉刑事。父の代からの付き合いでね、窮地の中信頼をしている。電脳犯罪を専門に追う本庁好きのエリート部署の刑事で。見かけによらずと思っただろう。まあ実際のところ見かけ通りのはみ出し者だ。出なきゃ探偵ってのはうさんくさい連中とつるんだりしないさ。おっと、失礼失礼。それで何か事件ですか。依頼でしたらどうぞソファーにかけてお待ちを。今美味しいコーヒーを入れて。いやいい、今日は依頼じゃない、コーヒーはいいよ。エデン症候群の件で少し気になる噂を耳にしてね。京ちゃんも興味があるんじゃないかな。聞かせていただきましょうか。この子なら大丈夫ですよ、おじさん。実はエデンに絡む特殊な関係者です。それにある種のスペシャリストになりうる素質があります。話を聞かせておくべきでしょう。そうか、京ちゃんのお墨付きなら問題ない。話ってのはエデン症候群患者を隔離している例の特別病棟の噂だよ。おっと、未来の専門家さんにはエデン症候群の説明が必要かい。お願いします。エデン症候群ってのはエデンを利用中のユーザーが突然意識不明になり、そのまま目覚めなくなる奇病だ。年々患者数は増えているが、原因、治療法、症状、未だ多くが謎に包まれている。
セントラル病院にはエデン症候群患者の専用病棟、特別病棟があって、そこでは研究及び回復処置を行っている。が、妙に情報統制が厳しくてな。Hopefully this cutscene doesn't take too long. 秘密の隔離施設があるとか。神代のイメージダウンになるのを恐れて、事実を隠蔽しているんじゃないかな。Just randomly made the stream die. 今回の件も噂の息を出ない類ではあるんだが。近くセントラル病院の背後が動き出しそうだ。背後。神代エンタープライズですね。ああ、セントラル病院は神代の息がかかっている。エデンネットワークの運営元である神代のな。発症患者の増加、症状の重篤化傾向、それらが明らかになりつつある今、神代が黙っているはずがない。普段の病院で人の出入りが激しくなっている。特別病棟のセキュリティも強化されるらしい。これは何か。ようやくですね。ああ、やっとだ。やはりコーヒーを入れてきますよ。景気よく乾杯といきましょう。おっと、そろそろ署に戻らないと。悪いが、乾杯はまたの機会にしよう。じゃあ。父ちゃんの入れたコーヒーには気をつけろ。特に色と固形物にはな。俺はいつか父ちゃんのコーヒーを鑑識に回す日が来るんじゃないかと。それじゃチャレンジなんだよな。聞いての通りだ。エデン症候群絡みの生きた情報は手に入りにくい。背後で神代の統制が行き届いているからな。そしてこれからさらにセキュリティは厳しくなる。エデンで異変が起き、異常な状態の君が現れた。タイミングを同じくして神代も動くという。これは偶然か否、必然だ。この上なく明白な論理だ。推理するまでもない。私はこれからセントラル病院へ向かう。セキュリティ強化の前に可能な限り情報を引き出す。求めよ、さらば与えられん。叩けよ、さらば開かれん。いや、君の場合開けごまが適当か。Girl looks dead inside.
so we can't go there. TV, we gotta go over here. Oh, we need to, before we forget, we need to, save. Just in case if something happens, just like in part one. Save often. どうしてあなたが？ここは関係者以外立ち入り禁止のはずです。入り口は一つ、警備員が厳しくチェックしている。どうやって入ったの？警備員に何かした？一体何者なの？質問を質問で返さないでください。さあ答えて。クレミ、そうですか。いえ、何でもありません。 Hello, Josephine. エデン症候群について How are you doing today? 調べに来たんですね。何か聞きたいことはありますか？質問があれば答えます。誤解しないでください。私は神城に世話になっている人間ですから。治った人がいたと聞いたことはありません。私が知っている人で最も長くて8年眠り続けています。We've been asleep for 8 years? Dang. でも、きっと大丈夫です。いつか、きっと目を覚まします。待つしかないんです、今は。通りです。エデン症候群の患者は皆一様に昏睡状態になる。
それ以外の症状は聞いたことありません。違った症状の人を知っているんですか？この患者ですか？最近運ばれてきた患者ですね。数日前にはいなかった。何か気になる点でも？え？この人、あなたに似てませんか？ひょっとしてご兄弟とか？そうですか。でも他人の空似にしては。それは誤解です。間違いです。 One second, you guys gotta plug in my car. It's about to die on me.こうして特別治療室だって用意した。専門医たちが治療法をずっと研究し続けています。エデンのせいで誰かが不幸になるなんてあっちゃダメなんです。なんとかしなきゃいけないんです。私は会話の弾んでいるところを邪魔してすまないが、招かれざる客の登場だ。こんにちは、ケビンさん。お仕事お疲れ様。ああ、今日もいい男ね。リエさん、今日は来ないはずなのに。ケビンさんのたくましい大胸筋。リエ、見てるだけでドキドキしてきちゃう。ああ、我慢できない。岸辺様、仕事中ですので。うん、お堅いのね。岸辺リエ、背後のお出ましか。神代の上役が何をしに来たのか気になるが、必要な情報は手に入れた。長いは無用、そこを出なさい。おっと、私の方には来客だ。ではロビーで落ち合おう。慌てず騒がずな。早く。ゆうこちゃん、お元気？リエさん、今日はどうしたんですか？入室予定者のリストにはなかったと思いますが。ちょっとねえ、大好きなゆうこちゃんの顔が突然見たくなっちゃったんだな。私が一人でいるのが心配なんですか？なんかリエちゃんセンサーがビビビッときたのよ。ほら、辛いでしょ？いろいろ。別に。強がっててもお姉さんには分かっちゃうんだな。ところで、こんなところで何してたのかな。いえ、別に何も。的な？はい、いえ、違います。
その女。ゆうこちゃん、なんか変じゃない？私たちの他に誰かいたりして。いや、そんなこと。それとも彼女さんかしら。ちょっと探してみたりして。あそこの部屋とかやらしい。ほら、観念して出ていらっしゃい、ゆうこちゃんズラバーさん。このリエお姉様がゆうこちゃんの保護者として責任を持って。手っ取り足取り腰取り。わお。大人の階段をホップステップジャンプ。なんだ。誰もいないじゃない。でもゆうこちゃん、別に構わないのよ。彼氏の一人や二人や三出すくらい連れ込んでも。私なんてゆうこちゃんくらいの時にはうふふ。それじゃ本命の彼の様子覗きに行こっか。私たちが揃って顔を見せたらきっと喜ぶんじゃないかな。はい。あの人どこへ。We don't even have another one on our team yet. Iku zo, minna! I don't know how to do that. We need to put a second one on our team, though.As soon as I'm able to. We're gonna save just in case. る衝撃の大きさは想像に難くない。体外離脱現象の一種と考えれば解決法もありそうだが、君はエデン症候群の未知なる症状の発症者、イレギュラーな被害者なのだろう。それが分かっただけでも成果はまずまずとしておこう。調査は焦ってはいけない。慌ててもいけない。急ぎすぎても急がせすぎてもいけない。ただひたすらに粘り強く、
鉄刀鉄尾、堅固な黒金のごとき忍耐力で当たれ。父の言葉だ。さて本題だが、君はこれからどうするつもりかな。元の体に戻りたくはないか。君の身に何が起きたのか真相を知りたくはないか。では決まりだな。私の助手としてここで働きたまえ。依頼にはエデンや電脳犯罪に関連した事件を見、仕事をこなしていくうちに手がかりもつかめるだろう。安心しなさい、君の素質は私が保証する。ついでに当面の衣食住もね。君の能力は電脳絡みの事件の調査にこれ以上のない適性を示している。期待しているよ。よし、契約成立だな。君はたった今から私の助手兼サイバースルースだ。うん、ソファーにかけて待っていたのは、はい、basically the title of the game。我々の前途を祝して乾杯と行こうじゃないか。海ぶどう粒あんコーヒー、私の自信作だ。見かけも芸術的だが味も方向もまた格別だぞ。では電脳探偵誕生を祝して乾杯。Save the game.I'm liking the game, don't get me wrong. I'm enjoying the game. Probably go for another 20 to 30 minutes. Oh, we got a trophy. There's that lady. We need to go into the digital world anyway to...We'll head in there and see if we can get the, get another team member on board.
Oh. Let's go upstairs. CD shop? We'll go back down in a minute. I know that there's a Tekken reference in this mall, but I don't know where the flip it is. Let's go upstairs. Oh, there it is. See, there's Tekken 1. And then there's Tekken 2. Oh my god. Yeah.